はい、ひとつきまさしみです。本日はですねこの小池百合子さん、えー、かなり、えー、この小池マジックというかですね人通力に陰りが出ていて学歴詐称問題に関してもですね、まあ、別にあの「ちゃんと卒業してるからいいじゃないの」っていうふうにこう言って実質卒業していなくってもカイロ大学が認めているんだからいいじゃないのみたいな感じの空気感があれこれついに壊れつつあるかというところがですね、うん、一個。 ここれ、不思議なところから来ましたで。それは何かというとですね、元ジャニーズの、えー、元忍者アイドルの志賀さんこの方がですね、発言しているところから来ているということでしかもこの流れはワンチャン一月満万冊も絡んでるーというところで小池百合子ついに時代の流れに負けるかというところでちょっと分析をねいやこれもう大きな大きな変化ですよ。 これはもうね、あのジャニーズ問題だけじゃなくって、松本人志問題、そして宝塚に続いてですね、うん、様々なところでですね、えー、実は日本社会大きいですね、地滑りが起きつつあります。で、この大きい大変革について、東京大学元教授の安富さんと話をしていきたいなというふうに思います。安富さんよろしくお願いします。えー、まずですね、小池百合子さん、直近ではですね、あの自分が応援した候補があの負けると。 いう状況がですねこれ続いていてるんですよね、うんえー、これどういうことかというとですね目黒区長選挙っていうのがありまして東京都の目黒区っていうところがあってですねまああのー、ちょっと綺麗な住宅街、えー、そして港区ほどでもないけどもお金持ちたちが住んでいるような、えー、そういう目黒区なんですけど目黒区長選挙でですね東京の小池百合子都知事が支援した候補が敗れたんですよ。うんうん、はい でしかも、あのじゃあ目黒区で誰が勝ったのかというとですね、えー、この東京目黒区挑戦現職の青木、えー、英二氏がですね6戦って書いてですね6戦って <laughs> 24年24年間もう青木くせいでずっと69歳ということで、えー、こんなにやってたらね普通は6戦も続けてたら、うん、いや、おかしいでしょと。 ねいろいろ問題が起きるだろうっていうふうになっててまあ、当然そういう批判とかもいっぱいあったんですけど、うん、にもかかわらずあのそういう言ってみれば風をですね活用することができず小池さんは負けると、うん、でいう状況でただ自民党はもっと負けてて確かね自民党が応援した候補は小池さんにもさらにしたっていうですねこういうあのあ、ね、状況になっているんですよ。うん、で 次にやっぱりあの東京のさんですよね東京15区なんですけどもその東京15区の選挙でもですね、うん、これやっぱりですねあの非常にあの苦戦をしているとこういう状況になっているんですよね。なので、えー、これちょっとですねあの小池さんが最近応援して勝てた選挙というのは八王子の市長選挙で。 あの裏金のですねハギブタさんあすみません間違えましたえっ、ー、とハギユダ小一さんね、うん、えハギハブタあ間違えだなんか<ー>あのハギブタさんですね <laughs> と組んだやつは勝ってるんですよハギユダハギユダはいであの統一教会ねあのー、問題ではですね。 えー、ものすごく私はもう死んじゃったみんなたまた同じですみたいな、ね、そういう感じでやっていて裏がねえっ、ー、と百、えー、7 2 8万円あ二千万とか入ってたんすよ誰が入れたんやろみたいなねいや知らんかったーっていうふうにこう言ったこの萩田さんがですねえっ、ー、と何やねお前っていう。 <お>でこんなのと組んでたらそりゃ小池人気も落ちるよなということなんですけどこれは結構大きかったうねで小池さんはですねあの2020年の段階で「ですね女帝」という本の中でエジプトでずっと一緒にいたねあの女性から告発をされているんですよ。でその人は加盟だったんですよねずっと加盟だったんですけどもあのそれがですねこれ。 私も命を狙われるんじゃないかと相次ぐ小池知事、えー、学歴詐称勇気ある実名少年に、えー、元ジャニーズがエールというふうになっていてあの2020年の小池都知事の問題を告発した文春の記事では仮名だったんですけど、えー、2023年にカイロ大学の留学時代の同居人である北原桃代さんが小池氏がカイロ大学を卒業していない経緯を知る意気証人として実名告発をした。 <coughs> その理由っちゅうのがあの旧ジャニーズ事務所現スマイルアップの創業者故・ジャニーズ北側による、まあ、問題をですね実名で訴えた元ジャニーズのカグアン・岡本氏の行動に触発されたからだと、うん、いうふうにこう言っているんですよ。で,でそれに対してあのこのね志、えー、賀さんがあこれ志賀さんじゃないあの志賀さんがね <laughs> あの志賀さんがのあのいやもう本当、えー、そういうことだと思うとね、えー、勇気ある告発をねありがとうとっていうふうに、えー、こう言っているんですよねうん、うん、じゃ実際にどういうふうにねあの言っているかっていうふうにね、えー、言う前に実はですね松本ひとし問題ね、うん、あの年末年始からですね1月までにかけてですね、えー、大変お世話になった松本人志問題。<laughs> <laughs> ね、心万の再生回数もこう爆上がりということでいやもう大変松本さんにはお礼しかないんですけど松本さん本当にありがとうということなんですけど <laughs> 本当の意味で感謝するべきはですね松本さんに対して実名告発をされた文春の英子さん、うん、この方も同じように、うんあのー、まっちゃんのことを告発するのは怖かったと。 問題で元ジャニーズの人たちが誹謗中傷とね戦ってでも頑張っていたその姿を見て私は勇気をもらいましたというふうに言ってたんですよ、うん。はい、はいいで ジャニーズ問題といえばですね、2023年の5月ぐらいからですね、本間さんと私、そして当然、安富さんも佐藤さんも含めてですね、もうガンガンにずっと言い続けて、ついには公式に一月つき万冊はジャニーズの記者会見ではできんであるというですね、素晴らしいもう称号をいただいて。<laughs> 私も言っていいと、n g セだったのお <laughs> うね、ウルトラマン7、奈良の n g ンだったのにね。<laughs> いやこれいや本当の話なんんですよ皆さんちょっとあの、うん、最近見出した人知らないと思うけどひとつき万冊はねもし来たとしても、まあ、実際具体的には本間さんと佐藤さんが来たとしても座る位置を監視してね、うん、あいつは質問を当てるなとっていう風な内部文書が出回っててそれを NHK がすっぱ抜いてなんと。 ひと <laughs> つき前全国デビューみたいな感じになったことが <laughs>。ですねよびっくりしたよ、うん、であれはやっぱりああのー、まあ、電通とねあのジャニーズ問題ジャニーズが組んでたから許さんちゅうことで本間さんとずっとやり続けてきたけどそこにもう、まあ、一つこう「こえい!」って当てたらドミノ倒しのように松本問題パンカンってなってうん、うん、でそしてその次に小池問題にコツって当たってこれから倒れそうになってるところですよ。グッすよそうですねグッ いやこれはねこの連鎖は小さい変化かもしれないけどもとてつもない大きな地滑りですよ。うん、でこれ小池百合子が大きくなっていったのも時代の流れっていうのが絶対あるんですけどその時代の流れが逆回転し始めた時はですね落ちるのも早いよ、うん、これは早。早いよ。 おんっていきますね。このなぜ、どうして、そういうことがストーンって言ったりするかっていうのはうことはですね。うん、まあ、あの、こちらの本を読んで,いただんで。いや、もう、あの、あの経済学のではね。のねあの、貨幣の税制、ね、時制とね、はい、崩壊。ね。あの、もう読めばわかりますけど。いや、これ。もし本当に。うん。小池百合子が。うん。時代の流れ、逆回転になってですね。 なってその末席の末席ぐらいにひとつき回さずもちょっと関わってたなんてことになったらうんちょっとドヤ顔といきますね。でああだからといって金が儲かるかちょっと何も儲からないんですけど <laughs> <laughs> まあでもでもすたまじいものは見られまあまあ私としてはだから、うん、自分の研究がねそう視聴されてる様をリアルタイムで見て自分もちょっと押したかなみたいな。 まあ主りをしたのは佐藤さんと本場さんなんですけど <laughs> <laughs> 我々もそれをちょ,ちょっとえいってえいってこう,うん、うん、いやこれねこれ何があったかっていうとその小池百合子さんのねあのー、学歴詐称勇気ある告発をした北原桃代さんという方がいてですね、うんえー、北原、えー、桃代さんせっかくなんで、えー、あのー、ちょっとご紹介をね、えー、しておくと。 えー、どういう人かというとですねあの、えー、写真がどこかにあったと思うなちょっとっこれがあのエジプト時代にねあのいた右側があの北原桃代さんで左側が小池百合子さんということなんですけどピラミッドの前でツーショットというふうに撮っているんですけど現在の北原桃代さんはこの方なんですよ。 でこの方がですね、あのに対してジャニーズの、ね、あの元ジャニーズの志、えー、賀さんが何というふうにこう言ったかというとこの実名告発をした件に関してですね、えー、その経緯、勇気が素晴らしい。 これが事実ならばなぜメディアは追及しないんだまた黙殺でしょうかこれは旧ジャニーズ問題とまさに同様ですもう黙殺はできませんなぜならば告発する皆様は正義を持ち命がけで実名顔出しの告発なのだからというふうにこう言って、うん、でそれに対してフラッシュがですねあの取材をしているんですよね志賀さんにで北原さんなんで、ね、こういう投稿したんですかっていうのに対してですね志、えー、賀さんがね 北原さんたちの実名顔出しでの告発はすごく勇気のある行動だと思い一言言わせていただきました名前を出すことに対する怖さとか命を狙われるんじゃないかとかさまざまな葛藤があったと思うんです私自身が旧ジャニーズ問題を告発した時に体験したことです北原さんたちと私たちとでは問題は違えど権力の闇を暴くという構造は似ていると思ってそれを告発するのはやはり命がけなんです 私の場合も最初に告発をした直後は誹謗中傷がわーっと山のようにきて本当に命を狙われるんじゃないかとかそういう精神状態に陥りました人とも会えないし外にも出られないということで1ヶ月近く家かかから出ず閉じこもるしかなかったんですだから告発時もそうですが告発した時の精神状態を保つというのは本当に大変です。 告発当時私だけではなく、えー、一緒に告発したジュニアの子たちに対しても金目当てだ売名行為だなど散々誹謗中傷がよされましたし藤島ジュリー景子社長を批判したマッチさんにまで火の粉が、えー、降りかかりましたということでですね実名顔出して告発することはメリットよりもデメリットの方が大きいんだとね、えー、いうふうに言っててこれがすごいなと思ったんですよどういうことかっていうと志賀さんが X でつぶやいたわけですよねで。それに対してフラッシュが わざわざ取材をしに行ってるじゃないですか。うんうん、どういうシーンですかっていう風に。でこれがね大きい流れですよ。この要するにつぶやいてるだけじゃなくってメディアが取り上げる。で多分そうでまたそれを見てうちらが取り上げる。うんうん、でこれやっぱ広がっていくと思うんですよ。なのであのまあジャニーズ問題でね一番勇気ある人々っていうのは被害者の。 方々ですすよよ素晴らしいことですよ、うん、でその声を無視しなくなってきているっていうのは、うん、まあメディアっていうのはみんなが関心あることを取り上げるわけですよねであのメディアが取り上げることがみんなが関心を持つことじゃないんですよ。これ結構あの勘違いされてる人多いじゃないですかメディアが取り上げないから問題だ、うん、メディア取り上げても伸びへんのよ。 残念ながらドラムつ <laughs> 1つですね4年近く運営していてですねもうこれは大事な問題だって思って取り上げてももう見向きをされないだよとこら新聞にいっぱい出てるやんやこんなに記事出てうのに載いへんみたいなね <laughs> でってことはみんなが関心を持ってることをやっぱメディアも取り上げるわけですよ、うん、ってことはみんなが今関心をいやこれいけるかあかんやろっていうことを 元ジャニーズの人がこう言ったことに対してでもこう乗っかっていくっていうこの連鎖、うん、いやー逆回転起きてるわーそうねこれもうちょっと行くと今度はやっぱり出てくるね朝日、うん、新聞とかに出てくるやろこれうん、うんうん、でさらにですねもうその、あのー、声はですね、えー、例えば毎日新聞の世論調査 とかで,ですね <laughs>、えー、政権交代してほしいという声がですねなんと62%出てるんですよ、今。62%、えー、毎日新聞、これはですね4月の、えー、21日の記事なんですけども次の衆院選で政権交代してほしいかと尋ねたところ政権交代してほしいが62%で政権交代してほしくないは24%。 もうすごいもう内に等しいじゃないですに秘しいですよね。<laughs> まあとはいえですね、これはあの結構厳しく出るのがあの産経新聞だ、<ー>あじゃ家毎日新聞なので、えー、自民党よりのあの産経新聞ですらですね、政権交代を期待するのは52パーセント。うん。だからやっぱなんかね、地滑りが起きてますね、これ。起きてますね。じゃあその地滑りというのはなぜ起きてるのかというとですね、私たちの生活は日々変わらないね。 いつも真面目に仕事をしてるのに悪いやつらが悪いことをしてひどいことをするああやだなけど政治が変わってちょっと良くなりそうじゃないんですよ <laughs> そんなふうに思ってる人がいたらですね結構やばいそれはあの地滑り的変化が起きてる時っていうのはですね我々の <laughs> もう私,私が乗ってる地面が地滑り起こしてる <laughs> 我々の地面が実は地滑り起こしてるんですよ そう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 、だから。あれ、なんか、実務に起こしてるって見えるんですよ。これが重要。俺、見落としてる人いるんだ。いや、いるよ、いるよ。<laughs> あ、そうかこ、これは、これで政治が変わって、世の中が良くなる。うん。よかった。と思ってる人が。いるんですね。うん、うん、そう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 。そうなんですよ。普通のふに政治すべってへん、大きい。うん、あの。 我々の生活というか社会自体が今地滑りを起こしているからこういう小池合子の選挙の応援の陣通力がなくなってきたり実名告発の人が増えたりそういうい円、ね、が下がったり、ね、そうですよ <laughs> 日銀に日銀出身じゃなくて大倉市の出身でないとか総選になったりそうですよいろいろおかしなことが起きてるわけです。 それぞれでは大したことじゃないに見えるんだけど、うんうん、そんなそんなことは起きないですね。うん、何か大きな変化がそこで起きているのがこう表面に表れるっていうとなんだけど、じゃあ大きな変化って何聞きたいでしょ？何？怖いこと言わないで。わからないんですよ。いやあ、この地滑りというのがですね、<laughs> ちょっとわかりにくいんだったらちょっと久しぶりに地学のお勉強を。 <laughs> 地学と物理学のお勉強とかなんですけどや、あのー、まずですね地球の自転スピード赤道直下でですねえっ、ー、と一体何キロこう出会い,いようかね信じられへんえー、ちなみにですねああのー、まあ、赤道のも,のすものすごい振り回ってますけどまあ、赤道じゃなくて、まあ、日本の位置でですね日本のこの日本であ、ま、ず地球が自転してませんのでぐる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 。うん 知ってた？いやこれはたしかに知ってると思うけど、<laughs> これのスピード。まああの立っててそんなに感が感じないからさ、分、うんね、かんないんですけど。時速意外に早いんですよ、ね。時速2キロぐらいかなと。<笑><笑> <laughs> えっと意外に早いんですよ皆さん。日本のあるところで,ですね、地球の自転速度は時速1500キロです。うん、だってジェット機追いつかへんのに。はい。だからジェット機がこうこっちに行ったらこれでなかなか難しいんだよね。 だかられで地球で生活していて自転のスピードを感じないかこれはですね、うん、地球上にいる私たちだけではなくって私たちを取り巻く周りの空気も地球も同じスピードで回ってるからですだからなんですよ、ね、だから感じないんですよでもっと言うとですねね天の銀河あ天の銀河の中にですねあ,ーある天体というのはです、ね、銀河の中心部に対して好転してるわけですよね 例えば太陽系はですね、うん、銀河の中心部から約、えー、と2と5000光年ぐらいのところをですね銀河中心部に対して秒速ですよさっきの時速ね秒速230キロで、うん、<laughs> 動いな<た>ら速いんだ。 あやいだー。ぐる,ぐるぐる回ってますね銀河って。でしかも,も止まってるんですけど、ね、あの <laughs> ほぼ太陽系がこうやって動いてるんじゃなくって、うん、もう地球と太陽を中心こういうもうトルネードマキューみたいな感じでこう動いているから。でも感じないで,でもまあ銀河全体としては止まってる。止まってるぐらいのスピードなんですよ。<laughs> でかいんです。でかいんですよ。それと同じように我々の社会も巨大じゃないですか。うんうん、だから乗っかっていると感じないんだけど、うん、なんかね。 あれなんかあの電柱ちょっと傾いてないかとかっていうのはですね <laughs> たまに感じるけあの電柱が小池よりかと思ってください「うん、おお傾いてる?」とかっていうふうになると実は自分が乗ってた地面がこうなってるっていうですね,ねえうんそれってもう大きい変化ですから、うん、これはもうでしかもずーっとずーっとその地滑りを無理やり止めていたそ,うなんですそれがよくなんか時であればあるほどそのエネルギーというのは 変わるわけ、ね、いや,ーやそれはもう地震がね震あの起きるのが怖いと本<当>日本海溝にあの太平洋プレートが沈み込むのが嫌だから、えー、なんとか無理やりこうみんなで止めよう太平洋プレートって100年100年200年止めてですねあもう耐えられない、ね、ポンってなったら聞いちもう,いいよ、ね、もう大変なことじゃ。でもそれを止めてきたのが安倍晋三がやってきた自民党政権という。 やつなんですよで、やっぱ安倍さんが打たれてからその首輝が外れたかのようにいろんな問題がポコ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 ,ポコ<え>起きているからまあこ,これ小池百合子飛ぶかな飛ぶかな。うちょっとね見どころですよねあ,<ー>あのヘのカップで乗り切るのかもしれないし、うん、<laughs> だここだから例えばだからあの 松本人志さんの場合はさいきなり白旗あげちゃったからねうん休業っていう称する事実上のなんかテレビ界から姿を消すみたいなことになってしまってあっという間に終わりましたよもう今や裁判始まろうと何しろうとも誰も関心を持たない恐ろしい事態にまで至っているんですけれど小池百合子の場合はねそこまでスパッとはいかないですね。 いやいかん太大量プレート押さえてるんですよで小池梨子が「私の学歴差しを問題を差し止めるわよ <laughs>」みたいな感じで小池さんこれはなかなかの見物のすごい戦いでねいーでもやっぱりその構造的変化の流れを個人が止めることはできないですから不可能ですうん それがね、そのまずその目黒区長選挙でいかにも小池百合子に弱そうな人が勝つっていう、うん、あの展開はちょっと意外でしたね。うで、そしてさらに意外なのがやっぱりこの乙武さんをめぐるおたばた。いくら自民党がね逆風だといっても。 だって、萩生田さんのところでは、八王子市教長選挙で勝ったばかりなんですね、うん、自民、公明、トミーファで組んで。うんうん、でしかもその前に、そ,その前に、あのあ、ファーストの会、トミーファだよね、あ,あトミーファか、トミーファかあ。トミーファじゃないのかな、あのいや八王子だから。まあじじは小池恵梨子、まあ。小池恵梨子ね。うん、で、それで、あのー、その前には江東区長選挙で、いや、同じように勝ってるわけです、うん 自民党の,あの掛沢水戸さんが絡んだややこしいやつに。うんうん、なので、同じパターンが続くだろう誰だって思うじゃないか。しか、うん、も担ぐのは乙武さんっていう貴重な有名人だう、うん、でこれが負けるはずがないのに負けかかってるん、ねうん、それね。 でそれで小池さんかなり必死で今食い止めにかかってますよね。うん。これは残念。これがだからねどっちに転ぶのかこれね小池百合子が自民党公明党も抜けたところであじゃトダケさん一人でやってって、うん、<laughs> 出てこない可能性私は感じてたんです。うん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 。あの人そういう人だからね。うん、でもやってんだよね。やってんだよね。うん、これはだからね結構一世一代の勝負なんですよ。 実はね、うん、で、多分、負けちゃうんじゃない。わからんよ。まあ、こうれ、芸理子だしな。わ <laughs> からんよ。本当に強いから。<ー>しかも、やっぱり、現段階では、彼女はへのカッパですよね。うん、まあ、とはいえ、あの、自分で拾っちゃってますけど。そうね、フロイト的無意識の自販。<laughs> そうそうそう。<laughs> すみさんが撮ってくれた動画ですけどお腹中に伸びてますよあれもあ、わかこないよね大使館の生命分ていきなりいっちゃうっていうなん回す大学の生命動く大使館の生命分っていきなり行ってしまうっていう違うからでしかもやり取りありましたとかでええー、<laughs> ありましたかとかえー？やりとりないって言ってなかったみたいな まあでもそういうことが出てしまうっていうのは、やっぱりそれなりにやっぱりダメージ受けてるからなんでしょうけど、とはいえね、あの選挙運動の、ね、応援に出てきてる様子とか見ると、もう完全へのかっぱ感が、うんうん、満ちあふれてるじゃない、うん、だからねその、まだまだこれはわからないんですが、うん、やっぱ東京都民、やっぱり YouTube 見たりフェイス、SNS 見てるんだよね。 まああの高齢者もそうね、都会の人ほどそういうの見ますからね。うん,うんなので、その SNS の影響力がやっぱり、だ何この今までね日本は SNS が選挙に影響しないってずっと言われてましたよね。なぜ、うん、かちょっというと、高齢者は見なかった。うん、うんうんうん、だけど、今やもう、高齢者が、YouTube は高齢者中心だと言われてるじゃないですか。うんうん そのぐらいの巨大なシフトが起きてて少なくてもとも一月満万冊の視聴者の半分は65歳以上ですありがとうございます,すい、ね、ありがたいことですね <laughs> 人生の先輩方が見ていただいているというふうに思っておりますけど、うん、なのでそのですであの例えばだからそのトランプさんがあの負けた時の選挙でさ、うん、60代50代 60, 60代70代の人が陰謀論者になってたんですうん、うん、なぜかって SNS とか YouTube で でこれは今までなかった現象です、ねうん、これが起きてるので,で小池さんもついに来たか、うん、小池さんの岩盤支持層に YouTube とかが食い込んできてる可能性がありますよ。いやーやばいね。うんやばいその一つの表現があるでしょそのあの百田直樹と日本保守党ね飯山さんっていう飯山さんね、あのー、あれ完全に最初は宝松扱いでしたけど。うん 最近の選挙情勢見ると音だけ上に来てますよ、ね。うん、来てる来てる。すごいね。これ、SNS がなかったありえないね。だってメディアは全く報道してないんだから。うん で、そして、だって、あの、S. N. S.、ひと月万冊の東京十五区の選挙の中でですね。最も熱狂的、こう、狂的、えま、ー、あ、まあ、ちょっと正直な人間なんで、そのまま言っちゃいますけども。頭のおかしいコメントを残すのは、ええー、飯山あかりさんの支持者の方々です。そうなんですね。はい。<laughs> なぜ飯山あかりのことを取り上げないのだ。飯山あかりのことを取り上げないということ、は貴様も闇の勢力の一員か、<laughs> みたいな。だから、そういう、あの、コメントがよくつきまして。カばっ 私から消しております。あのう、人気あるんやなっていうふうに。そう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 。熱いですね。熱いねという。はい。乙武さん的コメントはね、あのあんまないね。うん。あんまない。まあ、これは明らかにだって、どう考えてもさ、そんな。乙武さんが家間さんの下に来るとかって。S. N. S. 抜きでありえないです。出てないの、全く。うん。だって、こういう。お、お、い、い、山あかり。など。 もう,立もう立候補してるって書いてあるだけで上にだからなんか民主党が似て立憲がとかで出てるだけなんで、ねうんうん、あれであれでおこの人に入れようと思うわけがないね、うん、あ<だ> YouTube 見てない絶対、ね、それも構造的変化のねああほそうです、ねうん、あの一つですようんでーこれで小池百合子がぶっ飛ぶ日が来るかもしれませんついに来るかうん楽しみだねこれで本当のに乙武さんが惨敗したらうん これは高う近く変動やね。近く変動やで、近く変動やで、それは。れ私の希望としては、小池百合が東京とね、都知事選で、参戦目指して、さん、出てほしい。で、で、そして、小島さんが現実、刑事被告。いや、それが最高の。そして、もう、ばあ、選挙で、小池百合子、負けないとかなったら、もう、ちょっと、再生回数、どこまでいくかなみたいな。いや、もう、<laughs> ぜひ、来てほしい、それが。<laughs> 希望するけど。 小池さん、そこまでやると思います。参戦ね、これで。出ないがないと思う。うん、何もしないで、終わったりしないともらう人が。いや、この、この間、小池百合子は、このまま負けるとは思えないね。あ、ちなみにですね。小池百合子は、屁のッパっ,っていうふうに言えるじゃないですか。うん,う,んうん、うん、うん、ね。ただね、私。本当に屁のッパなのか。という。思えたこれがある。 あの皆さん知らないと思いますけど、うん、ひときマンサー清水優子いまだにうつ病のカウンセリング受けております <laughs> 毎週受けてますられない信じられないよね信じられないよね信じられないでしょう元気いっぱいに見えるでしょう <laughs> 人生シャッターに見えるでしょう毎週うつ病のカウンセリング受けてそれであのうつ病のカウンセラーの人をひとつきマンサー見るようになってさこの前言われたのが 清別さんは本当に YouTube 見ても精神的危機が全く出てこないよね <laughs> 何の参考にもならんわ <laughs> 動画おもろいけどってうう言われてるって <laughs> 何がおもろいって動画はおもろいあ動画はおもろいけ <laughs> だけどここで喋ってる内容とのギャップありすぎだよ <laughs> <laughs> 同じやつかみたいな感じで同じやつなのか本当に顔同じで違うやついるちゃうのかっていう 号号といいるんじゃないですかそうもう仮面ライダーみたいに、まあ、あれだと明らかに別人だけど、うん、いやそんな感じでですね私どんなに苦しい時でもですね、うん、基本動画の前では、うん、<laughs> どうもひたつきわんさ清水ですでこれ始まる前とさ始まった直後でそのなんか清水優子の替え玉にすり替わったのかなぐらいの勢いですよ <laughs> 皆さん知らないと思います打ち合わせをしてる時 <laughs> そうですよ打ち合わせしてる時はもう打ち合わせしてる時はそはカウンセラーモードみたいな <laughs> あ,あ早く取ろう 大丈夫かなみたい電池が切れる前に撮ろうで <laughs> いや電池は切れへんやろうってえカメラの電池じゃないですよ私の心の電池が切れるま <laughs> <laughs> でで今あ、はい撮りますはい電池がれますかみたいな感じだからさでも<い>しんどくても辛くても苦しくても泣きたくても、まあまあ、仕事になるとモードが入っちゃう人っていうのは突然、うんうんうん、まあ小池モットですよねで小池君なんて私でも一番倍学業ですよそんなんの ってことはまあ確かにねいやだからそもそもさそのあのー、何年か前に小池さんあの土手を取り上げた後うんお元気がなかったじゃないですかペットロスなんですよねそうちゃんねペットのそうちゃん,、うん、ちゃんワンちゃんが、うん、あの時はね本当にあこれはもう小池よりこうこのまま引退するのかなぐらいに思いましたけど、うんうん、でも踏ん張ってる 余裕を奪ってきたで、奪ってきたじゃないですか。うん、でも、これはどっちが本当なんですかね。それがわからない。まあ、多分清水さんが毎週うつ病のカウンセリング受けて,て、まい、あの、いだに。はあ、<laughs> 辛い。もう消えちゃいたい。この世から消えようかななんて思ってても。また、キャラ作りで言ってるだけだろうと。同情 <laughs> <ー>のカンパ欲しいだけだろうと。思って、多分信じてもらえないと思うんですよ。<laughs>

そう考えると実はもうやばいんじゃないかなってあ。そこか,そか今自分で言いながら言ってでまずいこと言ったなと思ったんですけど、はい、この話の流れであのあのインフレート的言い間違いを出したのは失敗だったのと思ってました。おどういうことどういうこと。ダメージの表現かなってあ思ったんです。おお。つまり12日の記者会見だよね、うん、一回も間違えてないんですよ。ちゃんとカイロ大学のせ、うん、カイロ大学、うん、カイロ大学が勝手にやったことですよって言ってたのに。 19日記者書きはなんか大使館 <laughs> 間違えまくってんのよね。いや、だからもうそれやっぱダメージ受けてんちゃう <laughs> ね、うん、ちょっとね、あのメール見てダメージ受けたんかな。いや。で、やっぱダメージを受けると、ゴポって出てくるんですよ。ゴポって出てくるね。で、もしもね、ゴポって1回出たら、1>, うん、1回だけっていうわけじゃいかない。い何回もゴポゴポ出ちゃうよ、それは。やうよね。 でもさひとつき万冊の清水さんだってねそんなあ今日も死にたいです今日はえっ、ー、とひとつき万冊小池合子の問題あります <laughs> とかってやってるとさ伸びないし生きていけないじゃんだから仕方ないから <laughs> あのこうやってごぼっごぼってたまに出すんですよいやー今日も実は大変なんだよとかっていうふうにこれぐらいでちゃかして言っとかないとごぼごぼっってこうってるけどって。 小池さんのかなだからずっと我慢してたんやあだから小池さんよかったら何にも絶対戻らさへんから俺に連絡くれよあのね小池さん連絡いただいたらいやすとみさんはゲロっちゃうやすとみさんゲロっちゃうよは私は守るよ私は大丈夫ね私は、ね、<の>大丈夫あの小池さん 卒業してないだよとここまで来ちゃったのよどうしようってね相談したかったら連絡くださいほんまに支えますよねいやそれ多分あの人誰にも言ってないよね僕怖い怖い怖いソーちゃんしかいなかったか私は<が>だって安富さんに言ったり本間さんに言ったり、うん、まあコンさんとか佐藤さんとか他にもスタッフとかまああと最近だったら親とかね母親とか、うん、あとカウンセラーとか友達とかに言えるけど それもし小池さんにですよあ,あなただけには言うけど本当は卒業しなくって辛いいだよねとかって言えないでしょカウンセラーも雇われへんかな雇え雇えないよそんな辛いねいやそれはもう大いだでそこにこの時代の変化うん<ー>っていうわけでこれはもう すごいもものが見れるかやーっていうわけで果たして豊臣秀吉側なのか明智光秀なのか、うん、天王山の戦いでもしかしたら自分は豊臣側かも思ってるかもしれないけども実は小池さんあなた天王山で戦ってるけど明智の方かもしれないよあなたはということで <laughs> そうすると負けちゃうよ。<laughs> 3日、でもね、まあ3日転嫁じゃなくてよかったじゃん、も,もうだいぶ転嫁取ったよ。えー、何 <laughs> いや、3日転、明智光秀は11日だっけだ<ー>からすぐなくなったっちゃないですかもう4年、4年も8年も取ったんだからね、3日、うん、転嫁ね、うん。うん、そうよ。まあ、でもあの、総理大臣になってないな。まあ、そうね。しかしね、これ、ずるっと来たら大変なことになるね。うん、うん、笑って言ってますけど。うん これで小池百合子が陣痛力を失って都知事選で負けるような事態になったら結構まあでもそこから先はねまあちょっとそれはなってから、A、のお楽しみということで <laughs> 地滑りが起きた後にますね。<laughs> <laughs> えー、ちなみにあの天王山でなんで急にねあの秀吉と明智光秀の話が出てきたかというともともとは羽柴秀吉とあの明智光秀が山崎の合戦で戦った、えー、数勢を決めたのが天王山というところな,面 <laughs> そうなんですね <laughs> <laughs> <laughs>、まあ。というわけであのそういう話をねあのちょっと入れてしまったんですけどもちょっとこのね いやジャニー元ジャニーズのね忍者の志、うん、賀直哉さんとかがそうそうコメントをしてメディアが取り上げる、うん、いやまあでも私がさその人に対、まあ、して私の影響はないと思うけどあのジャニーズを取り上げて時どれだけ口を酸っぱくしてこれは構造的変化を引き起こす重大なことだって言ったか <laughs> ね過去の記録を見てくださいいやこのコミュニケーションのモードが変わるってことはどれだけすごいことを引き起こすかっていうので、ね、言ってましたよね半年ぐらい前に。 すごいことですね。というわけでねこういうねひと万冊をねぜひ痛み止めカンパをですねしていただきたいと痛み止めンパ <YouTube S 2> またこういうを買っていただくと、ね、なぜ行動的変化が起きてると恐ろしいことストーンとくうう知りたかったらこういうことをやたとはい,いうわけで今日もドッキショ。はい、チャンネル登録といいねよろしくじゃに